セリエ BKT 第23節コナミスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はポルデノーネ対クレモネーゼ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあゲーム開始です。セリエ BKT 第23節ポルデノーネ対クレモネーゼ、サイドを紹介です。向かって左のエンドから攻めるのがポルデノーネ、画面右側がクレモネーゼ。ふわっと裏を狙うルカ・バルツァニア、ここはファールです。これを拾いたいポルデノーネ、パオロ・バルトロメイ、ここはドリブルで上がる、カウンターを仕掛けます。この辺は人に対して厳しくいってますよね。これはファウルでしょう。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが注意に終わっています。これは繋がりません。いけるか。来た。いやー、刹那の隙も見逃さないディフェンダー間のコースをついた正確に日向のシュートコントロール。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんですよね。この早い段階で先制しました。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。もう一つ前に行きたい。ポルデノーネ、先日行われた試合では逆転負けという形で終わってしまいました。アルカス抜けた。これはキーパーよくしのぎました。いやー、押し出し大きいかな。自分の範囲から逃げてしまいましたね。アルカス今の飛び出しなんですけれども、いや、このタイミングっていう時に抜けましたからね、良かったんじゃないでしょうかね。この繰り返しが大事ですよね。ジョルザからパリスタ、裏へ出るか。これはどうだ。さあ一気にカウンター。お、いい形じゃないですか。クレモネーゼ、ここでファールをもらいます。さあ誰に合わせるのか。シュート。柔らかいボールなんですけれどもね、応えることができません。うまく運びきますよね。これアルクロス、後ろからボールが入ってくるので対戦難しいんですけども、なんとか1点取っていこうっていうね、形が出てますよね。パオロ・バルトロメイ、チャレンジはしません。後ろに流す。
裏のスペースを狙う。ルカ・バルツァニア、スペースを狙う。ポルデノーネ、ここクリアで難を逃れます。ちょっと時間をかけすぎましたよね。相手が戻りきる前にパス出したり切り込んでいったりとかね、そういうアクションが欲しかったですよね。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ポルデノーネ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。チャンス来た。長いボール縦へ、さあ右へ預けて裏のスペースを狙う。このパスはキーパーへ。このスルーパスは通りません。上がっていく左サイド、スルーパスを出す。アルカスからのスルーパスは通りませんでした。またファールか。注意に終わりました。このボールに触ります。ボールを下げてリズムを作るか。大きく縦へ、プレスからボールがこぼれる。さあカウンタースピードを上げたいところ。縦へのボール、ジャスルダイン、今日の試合でアシストを記録しています。スルーパス、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0、ポルデノーネ先制してハーフを迎えました。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので後半も続けていくことでしょうね。セリエ BKT 第23節、ポルデノーネ対クレモネーゼ。ポルデノーネが1点先制して前半を折り返します。後半キックオフです。ポルデノーネとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね、はい、長いボールを振ります。ここで受ける、裏へのスルーパス、クロス低い、さあカウンターのチャンスになります。ルカ・バルツァニア、どこを使う。クレモネーゼが最終ラインまでボールを下げる。クレモネーゼ、先日の試合では監督の采配についてバッシングを少なからず耳にしました。どうしてあそこで選手交代をしたんでしょうかね。明らかに攻撃の核と立っていたにもかかわらず下げちゃいましたからね。ちょっと意図が分からなかったですよね。
ここで前を向けるか。エリクソンから大きく縦。クレモネーゼとしては先ほどから守備の際ディフェンダー一人一人が相手がボールを受ける前の構え方について相手と自分を一定の距離に保ってますよね。そうですね、確かにそんな気はしていたんですけれども、普通はどんどん寄せていきますよね。ですので今一つその意図が把握しきれずちょっと疑問に思っていたんです。こういった距離を空けることで、はい、自分の背後のスペースに出されないようにケアしてるんですよね。特にフライスルーパス対策などで非常に有効的な守り方ですよね、はい、なるほど、相手に回り込ませないための感覚だったんですね。そうですね、足が遅いディフェンダーなんかはこういった守り方を好んでやってますよね、はい、まあ、自分の短所をカバーする守り方というところでもあるんでしょうか。そうですね、パーティーのボール、エリクソン、ゴイアス。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ゴールデンオーエとしては少し攻めてる時間が少ない印象ですからね、イマジネーションあふれる攻撃が見たいですよね。これ仕掛けるか。さあどうする、シュート。すごいフリーでした、いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。クレモネーゼはここでベンチに動きがあります。ルカ・バリツァニア、さあ左へ預けて、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。また中央へ、右サイドへ振ってクロスが上がる。これは合わせたかったですよね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。これは合いません。ヘッティジ、裏のスペースを狙う、キャッスルダインからハービー、ここで丁寧にコントロール、中央ダイレクト、ハービー当たる。うわ、いいシュートでした。この時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね。まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。激しいボールの奪い合い、右サイドへ振って、さあここからの展開、どうだ、シュート。オフサイドか、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。パオロ・バルトロメイ、長いボール縦へ、ホルデノーネ、貴重な勝ち点3を手にするのか。失点は許されない時間帯です。ホルデノーネ、堅いディフェンス、ポールのこのパス、スルーパスを出す、いいボールですね。お、いいですね。うん、このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。さあここでカウンター、裏を狙っていきます、
さあ来たか、ハービー、ハービー、ダブルボス。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。時間かけずに攻めたいですよね。パオロ・バルトロメイ、つなぎたいとこだ。さあ右へ預けて、ボルデノーレとしてはこのここで笛です。1対0勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。結局前半のゴールが決勝点。さあ北澤さん、本日のゴールいかがでしたか。ゴールデモーレとしては前半のリードをしっかりと守りきりましたよね。ただ1点の差でしたから、確実に試合をものにするためにも早く追加点を奪って安心したかったでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。セリエ BKT 第23節、ポルデノーネ見事勝ち点3をものにしています。